さて、ちょっと村人のね、交易センターを作るためにですね、今ちょっとここを整地してるんですよね。もうすでに20スタック以上使ってるんですけど、もうこんな風にちょっと高さをね、デコボコしてるんで、もう全部統一しようかなと。サトウキビが地下で収穫されてますね。ちょっと音がでかいかな。ちょっとすいません。これということでね、とりあえずここ一帯を全部、あんまり向こうに作りすぎちゃうとあれと干渉しちゃうので、そうですね、だいたいあれが見えなくなるぐらい、あれが読み込まれなくなるぐらいに建設予定地は、そうですね、ここら辺ですね。ここ砂削った後ですけど、ここら辺に建てる予定なんですが、そうね、ここと同じ高さだ。ここから始めようか。とりあえず村人増殖器を建てて、あとは外観とかはね、後でできるんで、その気候だけ、もう大体考えてるものはあるんですが、Xbox とね、作ったやつと全く同じものにしちゃうと、なんだ、また同じっていう感じになっちゃうんで、ちょっと変えてね、もっと、もうちょっとシンプルにできないかと思って、ちょっと試行錯誤をクリエイティブでやってましたけど、さて、だいぶ平らになりましたね。で、この継ぎはぎの継ぎはぎのね、スポーナーをどうしようかな。120マスぐらいは離さない、多分130マスぐらい離さないとダメだと思うんで、まあ建設予定地がここらのあたりでちょうど消えるんですよね、うん、なんで見えなくなるところあたり、このあたり、この山切り崩してこのあたりにしようかな。で、スポーナーから出て、スポーナーから出て待機場は、スポーンするエリアから、まあ、ドアからね、ちょっと離さないとダメだと思います。離さないとっていうか、4マスドアのブロックからね、最低でも開けないと、村人を認識しちゃって増殖をやめてしまうので、待機所はドア位置するよりスポーンするところ、繁殖所よりね、ちょっと高い位置に作らないといけないので、実質地下になるんじゃないかなと思います。吸い上げて、そこのシステムは Xbox で使ったやつと同じでいいかな。で、ここら辺に建物建てて道でつなげるというのがアイディアになりますけれども、まず増殖施設作って、増殖になんかパソコン版は時間かかりますね。なんかバージョンが違うからなのかな。 1.79 だとなかなかリスポーンしてくれない、あ、リスポーンじゃないや、ブリーディングしてくれないので繁殖をね。なので先に繁殖所作ってある程度待機させないと交易もままならないので、先にねそっちからやっていきたいと思います。さて、ここが、建設予定地でちょっと掘ったんですけれども、今 1,2,3,4,5,6,7 ん ?1,2,3,4,5,6,7 マスか、7マスしたっていうことなので、ここがね、この高さにドアを置くつもりなんですよ。で、ドアを置くんですが、ドア3枚でいいのかな、ちょっとよくわかんないんですよね。なんかバージョンによって違うって言うんですけど、そのバージョンによっての違いが書いてないのでバージョンによって違うので注意しか書いてなくて、いや 1.79 ではどういう風になってるのかっていうのがねよくわかんないので、とりあえず作ってみて調整するしかないですね。で、1,2,3,4,5,6,7 枚にしようか、ちょっととりあえずとりあえず7枚にする。ちょっと別に多くても問題はなさそうだから、少なくて湧かないよりかはいいんじゃない。よし、とりあえず7枚置いて、はい、これで何をするかというとですね、よいしょ、この上に村人を乗せる、あ、そっか、 家に検知させないといけないんで、家みたいにするっていうことなので、その日照のね、光量の差をつけなきゃいけないんですよね。でここは太陽の光が届かないので、明るさは暗いという、まあゲームの中ではね、たとえ明かりが当たってても太陽の光が当たってない、直射日光が当たってないってことですね。で、
念のためここにも設置しておきましょう。よし。でこれで家だと見なされるみたいです。でこの上にはね、ここは太陽の光が当たんなきゃいけないんで、ここの上には何もブロックを置かないという感じですね。よし。で、村人のいる高さはドアから、2マスは、4マス合計で離さないといけないんで、こういう風にして、でその上に村人をいさせれば、村はね、村人を探せないということなので、そうね、それで中心部分がここだよね、ここだよね、123123だね。はい、 OK です。それで中心部分に村人を立たせるとして、もう1マス上げようか。よいしょ。よし。そこにたまるのがマザーたちで、どういうふうに選別するかというとですね、大人しか来てほしくないので、その交易所にはね。なので1マスここに入れて、こんな感じ でここも壁にあのガラスで貼りますんで、なのでここは直射日光でね、関係で取っとかないといけないスペースなので、とりあえず仮でここに置いてですよ。こんあらあもったいない、123123と。で、この下の部分をぶっ壊すと。そうすると直射日光が下のブロックにね当たってるというふうに、ゲーム内ではなっていてですねで、これで一応問題ない。それでここに村人を放り込んでおけば繁殖をするはずなんですけれども、繁殖をするはずで、私が必要なのはよいしょ、とりあえず看板を3つか4つ必要だよね、多分ね。結構上げなきゃいけないんで、これぐらい作っとく。それでですよ、よいしょ。で、子供は1マスの高さしかないので、ここに子供がね移動するんですけど、ちょっとミソとしてね、戻らせないために、その繁殖施設の方に行かせないためにチェストを下に置いておきます。チェストはね、ソウルサンドみたいにちょっとへこんでるんですよ。1マス以下の高さしかないので、よいしょ、 OK。 これで出られないぞ、これでは。よいしょ、こうしますよね。はい。でそうすると、ちっちゃい小人だけね、ここに大人が立ってて、繁殖を繰り返すとちっちゃい子供は下は歩き回れるんですよ、1マスの高さしかないので。でチェストのエリアまで行くと、今度ここがへこんでるんで、戻れないんですね、小人は。そのチェストの上にたまることになるんですね。だから自力で行ってもらう、水で押し流すシステムにするとね、水没死しちゃうケースが結構あってですね、もったいないので、仕方ないですけど。で1マスの高さしかないので、ここじゃダメですね、申し訳ない、ここではダメですね、この1個下ですね、チェストの上に、この看板を設置してですね、こんな感じで。でここに水源を置くと、大人になると上に上がるというね、大人になると顔の目の前に水が現れるんで、そのまま上に上がっていくっていう感じにできるんですけど、これ XBOX でやろうとしたらね、ここで死んじゃうんですよ、大人が上に上がんないでなんで機能しなかったんですけど、残念だなっていう感じですけどねでここから、待機場に上げるっていう感じですね。で待機場を作る前に村人をここに入れないといけないので、どうしようか、村人をどういう風に連れてくるかだね。あとはよいしょ、2マスしかないけど大丈夫かな、一応3取っとこう。OK、 じゃあ80マスで足りるかな、これ足りなかったら取ってきますね。よし。この間廃校を見つけたんですけど、地下探索してて、それちょっと動画にしてなかったんじゃないかな、多分。
そこでね、まあ、特に何もまだ見つけてないんですけど、ただ あった、廃校があったってだけで、ちょっとトーチを置いて帰ってきただけなんですが、パワーレール足りないね、やっぱね。どうしよう、ここにね、いっぱい溜まってるんですよ、もう。ほら、あそこに2人、あ、もういっぱいいるね、結構。オッケーオッケー。で、その下の繁殖所にもね、まだあと5人ぐらいいるんで、多分15人ぐらいはいるんじゃないかなと。で、その全員をね、まずあの繁殖施設に押し込めて、そっからですね、その15人が、毎回繁殖を繰り返すという感じなので。じゃあまだ。オッケー。それで、一人一人連れてくると大変。まあ、でもみんなにしちゃうとね、小人がすごいね。よいしょ。じゃあとりあえず行っておいで。どん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 。ほらほら。ほらほら。どんどん、どんどん行ってる、どんどん。いけ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 。今こそ、今こそ旅立ちの時だぞ。この狭い空間から。はい。混雑しないで、みんな行け。みんな行け。あそこで大渋滞をするんじゃないかと思いますけど。ちょっとこれで、ここで一回閉じておきます。みんな遊びに多分行ってくれたと思うんで、行ってますね。それで、あそこで大渋滞と。やばいやばいやばい、戻っていっちゃう、戻っちゃう、戻っちゃう。うわ、そこでハマってるってことは、だいぶか？すっげえ混雑してる。よいしょ。あ、OKOKOK。とりあえずこの人捕獲、この人捕獲、なんか、誰か行っちゃったね。誰か、もう先に入っちゃった人がいるみたいですね。マインカートのままで。この人どうしようかな。あ、この人倒れた。よし。倒れたっていうか、倒したな。ちょっと、マインカートのまま入るのやめて。よし、よしよしよし。はいはいはい、オッケーオッケー。ふぅ、マインカートはまだ持てるんで、もうちょっと送りましょう。やっぱり一人ずつやった方が良かったですね。オッケー。それで、この人も、よいしょ。はい。え？え？え？あ、マインカートに押しつか、マインカートに入ってたから動いちゃったのね。かわいそうに。で、ちょっとこれ外さないとダメですね。もったいないけど。よし。Okay. さて、やっとね、終わったんですよね。あそこにね、あるのが、今ボックス、下で動いてますね。地下の農園が。ここにちょっとね、牛さんを飼ってますけど、あそこに死ぬほどいるんじゃねえのっていう。あそこのやつね、こっち側に移して、ちょっと羊ファームが多いので、ちょっとまあ、負荷を減らすためにね、こっちに牛さんちょっと増やしたら、あれと同じやつを立てて、豚がね、全然いないんですよ。結構探してるんですけど、あ、いた。落とし穴に自らはまるという。ここはちょっと後で直す予定の場所ですね。ここ卵がいっぱい入ってるだけ。ほら、よし。後でチキンファームを建てる予定なので、その時用にちょっと目印で残してるわけです。豚のやつも基本同じやつでいけるんで、豚と牛を並べて、まあ100頭ずつぐらい飼うという形ですね。で、残り物のね、村人の中でなんかいい人がいたんで、例えばこの人、エメラルド11個出すとダイヤモンドの、ツルハシくれるんですよね。なんでこの人ちょっとキープ、ダイヤモンド不足なんで、ぜひこれもね、今もらったやつなんですよ、この人から。どこだっけ、ほら、もう5個ももらっちゃった。ダイヤいらずですね。で、この人はちょっとコールが安いんで、このね、石炭がね、ちょっとキープしてますけど、まだ持ってきません。で、この人は今ちょっと打ち止め中ですね。打ち止め中ですけど。ウール18個って安いのと、これ小麦があって、次がね、ちょっと、パン1個、あ、パン4個か。あと、焼き魚持ってくれば、またこの2つが復活するんで、この人から絞り取るだけ絞り取ろうかなっていう。
感じで、今度はゾンビにやられないようにこうやって囲んでますけどどうだろうね、多分大丈夫だと思うけど、今はピースフルなんでね、今問題ないですけど。ってことで、見てみましょう。あとでね、ちょっとあとでっていうか今からちょっともうちょっと装飾するつもりなんですけれども、20分ぐらい放置してるともう4、5、3、4人増えましたね。そこがね、待機場所ですね。ここちょっと削ってみます。で、さっきのね、あ、もう1人、2人いますね、あそこに。あそこで成長して、あそこにいる小人たちはね、残念ながら戻ることはできないんですよ。チェストのおかげでね、下にあるチェストのおかげで。大人に成長した途端にね、水に当たって上に運ばれて、この待機所に連れてこられると。いうのがシステムですけど、ということでですね、ここを閉めておけばもうゾンビにやられることはなかろう。で、今からやることはね、ここに村人の顔作ろうかなと思ってるんですが、9だと難しいんですよね。通常の木ちょっと持ってきますね。ほんだったらね、ブラウンのね、羊毛を使いたいところだったんですけど、ここにレッドストーントーチが置いてある。ブラウンの羊毛が手に入ったら、ちょっと作り変える予定ですけど、今は、普通のね、木のこの色と松の木を使って、村人の顔っぽいものを作ろうかなと。4枚重ねましょうか、村人の顔を。ちょっとそれもどうしようか悩んでるんですよね。あそこ全面正方形の全面あの村人の顔にするか、頭だけにするか。頭だけの方がいいよね、気持ち悪いよね、4面だと。色の調整するかもしれないですけど、この松の原木が鼻になる部分ですね。7×7 で多分ちょうどいいと思うんですよ。で、枠を何かで囲むんですけど、これ見えなくなっちゃうんですけど、横に移そうかなと思ってます。で、まず7でしょ。で、鼻がどうなるんだろう。そうですね。鼻がね、3になるのかな。ちょっと顔見せて。あ、ここでも繁殖するんだ。おかしいな。離れてるはずなんだけど。9でちょうどいいかな、これ。眉毛がつながってる。ふむ。鼻の大きさを3にするとおかしいような気がするんだけど。バランス的にね。あ、そっか。松の木。あ、まあいいや。こんな感じになるの？なんかすげえ出っ歯なんですよね。どれぐらいの配分なんだろう。よいしょ、まあ、とりあえず後で修正するとして、鼻と1マスギャップでここら辺に目が来るんでしょ。でそこがフレームだから、ここか、緑。あ、痛い痛い痛い、落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃう。で、ここ木でしょ。で、ここがフレームだから、ここに白と、あ、違った。いいのか？いいんだよね。白と緑入れて。すっげえ寄り目。ちょっと待って、9の方がいいんじゃないかな、これ。ちょっとすげえ寄り目だよね、これ。鼻がでかいし。お茶の水博士みたいになっちゃう、この後。よし。でも、かといって、鼻を1マスにしてもね、やっぱ鼻2だね。2だね、鼻ね。じゃあ、もういきなり立て始めちゃって大丈夫かな、これだと。鼻が2だとして、こうやって出るでしょ？もうちょっと上まで出っ張ってるよね、多分ね。鼻3だろうね、多分ね。で、ここ3。で、こっち3。で、こうやってやって、1マス開けてるよね、多分ね。1マス、ちょっとこっち向いてほしいな。開いてるね、多分。それで、お目目が、ここがフレームだから、1個ずらせばいいのね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、違うな。ここと、ここ。見てみよう。あ、なんか、まともになれちゃった。今度まともになった。
すごいなんか 上から潰されたような感じのある顔になってますね。ちょっとちょっとちょっと、よいしょ、これ難しいな、これ。よし、どうだ。でそこに一本ライン入れなきゃダメだよね。やっぱりまだ潰されてる感があるな。かといってこれをつけてしまうとだよ、なんかバランスが悪くなるんだよね。やっぱ鼻が伸びてないからさ、ここに一本ライン必要だな。まあちょっとこれでいきますね。ちょっとグレーの羊毛が来るまでこれでなんとかしのぎます。でここ削って後ろね、ギミックどうしようかなと思ってるんですけど、 Xbox でやったギミックと同じやつを使ってもいいかな。どうでしょうね。すごい不気味。ちょっとなんかで囲った方がいいかな。なんか生首みたい。まあいっか、原木で囲んでみる。松の原木かな。フレームが欲しいね。なんか生首浮かんでます的な感じになってますけど、まあ私の世界らしくていいか。よし、遠くから見てもまあ村人には見えなくもないっていう感じ。ちょっと頭が長い形ですよね。ということでスポーナーはできたんで、あの頭からね、頭の上の部分からあのラインが出てて村人が吸い出されるという感じでございます。さてですね、ここがこのね顔の部分がね終わったんですけれども、ここね村人の顔にしたって言ってたでしょ。でここディスペンサー設置して向こう側からね吸い出せるようにしたんですけれども、こっちを見ていただくとね、こんな感じで村人めっちゃいるんですよね。であそこから水が出ても何も見えないですけれども、Xbox の方と同じような感じにしました。ちょっとさっきから撮ってたんですが、残念ながらねあの声が取れてなかったので、ちょっと動画にするかどうかわからないですけども、すごいことになってる。やばいなこれ。停止する機能もつけないと。でそれでですね、ちょっとね今外観を考えてたんですね。またサークルにしようかなっていう感じなんですけども、バカでかい建物にまたなりますねこれ。とりあえずメインがここですね。ここ使い捨ての村人がどんぶらこっこどんぶらこっこどんどんあの回転する場所で、これ1個上げてもいいかな。1台上げてもいいような気がしてきた。ちょっとねバランスが悪いので、でここになんか階段的なものをつけてですね、上に行くと、キープする村人がねずらーっと並んでる感じで、こっちの下にも、キープする村人が、各ウィングに6名いて、全部合計でね。で上の段がね多分12人ぐらいじゃない、だから全部で16ぐらいじゃないかなと思いますけど、そうですね、まあ、こんな感じでいこうかな。ということで、また外観はね、またガラス張りにして、ぐらーっと、ずらーっとね、見えるようにして、中がね、ちょっとただっ広くなっちゃうんで、もしかしたらここら辺でカットして、ちょっとうまくまとめるかもしれませんけれども、今のところはね、まあこんな感じで、2階は土にしてますけど、後でね、今、また砂、砂岩取ってこないといけないので、ちょっと2階が作れないとね、作業が進まないので、とりあえず土でなんとかしてます。ちょっとこれ上1個上げてみよっか。ちょっと多めに取ったんですよね、高さは。なんで多分大丈夫だと思うんですけど、さてさて、ちょっとねここ壁作ってみて、今ちょっとディスペンサー作ってきたんですが、そこからね水を流してきて、どんぶらこっこ村人が来るんですけど、どんな感じにするかというとですね、ここに模型を1個立てよっか。ちょっとすぐ分かんなくなっちゃうんで、石レンガはもったいないから丸石で、ここが通路でしょ。そうですね、ここが通路で3つ目に、ディスペンサーがあってですよ。でこれ水を吐き出すわけですよ。これ3つにしようか。何マス必要なのかもちょっと
考えないといけないですからね。で、ここはね、穴になってるんですよ。で、下水が流れてるんで、村人はジャンプ してるんですけど、ここだけ上に空いてるんですけど、通常時はね、水が入ってないで、ないので、ただここは通り過ぎますが、ボタンを押すと水が出て、それをね、頭に当たった瞬間に村人はフィッと上に行くはずです。ちゅうことでですよ、上に流された村人が、前はね、結構複雑なレッドストーンを使ったんですが、それを使わなくていいので、あと看板をそこに設置して、どうしよう。で、ここに看板で、水、看板、水ですね。ここが水ですね。多分2列になっちゃうけど、頭塞いでおけば大丈夫なんです。で、こっちに流されてきて、村人が、降りてきたところにトリップワイヤーフックをつけるか、そこにつけるとなるとですよ、2マス枠だもんね。そうだよね。こんな感じで、ここにワイヤーつける。で、降りてきたら村人はなんつうの、これに引っかかって、そのディスペンサーをオフにするという感じですね。で、ここにも水を流さないとダメですね。そうなるとこんな感じで、あれ違うな、よいしょ、多分取れちゃったみたいな。あ、取れてない、よし。それで、ここが穴ですね。で、ここにまた看板つけて、ここの下が待機場って感じ。